他流試合は気楽でいいとか昨日誰かが言ってたっけな。たく冗談じゃねえぜ。このまま東道塾のバトルに参加しても通用するレベルだぜ。こいつ一体何者なんだ。少なからずショックだぜ。たった一晩このコースを走っただけでこのレベルまで来れた奴が今まで東道塾にいたかよ。しかもこの車どんなチューニングなのか知らねえけど俺の B16B エンジンと互角に伸びるし、おまけにやたらとよく曲がる。こんなの86じゃねえや。 FR もうまく仕上げればここまで走れるもんなのか。これなら確かに不利な遠征バトルで勝ち続けてこれたかもしれないが、今度ばかりは運が悪かったな。ここは俺たち東道塾のホームコースなんだよ。この86の実力は大体分かった。思ってたよりレベルは高いが、俺を慌てさせるほどでもなさそうだ。東道塾のメンツにかけても一本目で終わらせたいもんだぜ。どっかでぶち抜いてやらねえとな。限界ギリギリのプレッシャーをかけてチャンスを作る。どこまで我慢できるか見ものだぜ。このクラスでは FR より FF の方が速いってことは今や常識だからな。ましてやこいつは最強のタイプ R なんだ。いつまでも86の後ろにいるわけにはいかねえ。絶対1本目で終わらせる。センターラインがないこのコースだけど道幅は十分広い。追い抜き可能なポイントはいくつもあるんだ。それがどうだ。ブレーキングで追い込んでもギリギリで届かない。 FR の突っ込みがこんなに速いとはな。精神力の強いやつだ。いくらプレッシャーをかけても手応えがない。東道塾の人間でもここまでやりゃ間違いなく反応が返ってくるけどな。バックミラーなんて見なくたって、後ろからぴったり張り付かれていることぐらいわかるんだ。背中からピリピリと痛いほど圧力を感じる。だけど後ろを見ないと決めてかかれば不思議といい感じで集中できる。凌介さんの指示は2つ。それを守るだけだ。
しらけるぜ。全くどっちらけだ。こんな展開は読んでいなかった。一本目後追いを選んだのは失敗だった。これじゃまるで俺が手こずってるみたいじゃねえかよ。それじゃあ2本目。86の戦闘力もドライバーの実力も俺についてこられるほどのスピードはない。一瞬で終わらせる。全然余裕ない。マジでギリギリ。さっきの1本目より確実に速いペースだ。本当についていけるか俺こんなのに。自分より速い地元のドライバーに引っ張られながら相手の速さを確実に自分のものにしていく。限界のスピードは見切っているはずだ。確実に今それを超えるスピードで走っているんだ。ついてこれるわけがない。なぜそこにいる。怖い。今まで下りがこんなに怖いと思ったことはない。アクセルを抜けばもう終わりだ。楽になるのに。もう一人の俺が絶対に抜くなって言っている。普段速いこのペースについてくる。ラストウェル。なんてこった。1本目で蹴りをつけられると思って無理なラインから強引に行き過ぎた。とんでもないミスだったぜ。余計な負担をタイヤにかけてしまった。気のせいじゃない。向こうのツッコミが急に鈍くなってきた。タイヤか。タイヤが熱だれ起こしてるな。今ならまだこっちのタイヤは手応えがある。この速い EK をぶち抜いて終わらせるぜこのバトル。兄貴ならこの状況でどこに突破口を見出す。どこの峠でもきっちり攻め込めば攻め込むほどどうしてもギア比の合わないポイントがあるだろう。例えばコーナーへ向かって加速している途中にギアを一段上げるかどうか迷ってしまうようなポイントが。あ、それならわかりますけど、タコメーターはレッドゾーンなんだけどギアを入れ替えて加速するほど距離がないっていうか、そういう時は何にもしないでじっと我慢して待ちますけどね。辛いんだよなあれ。なんだと。
一番得意なブレーキングで、逆にこの俺が抜かれた。